メグミシュトリ町は日本の領有下においてカラフトに存在した町。メグミシュトリという地名はアイヌ語のエストル、エツウトル、エシトリによる。当該地域の領有権に関する詳細はカラフトの項目を参照のこと。現在はロシア連邦がサハリン州ウグレゴルスクなどとして実効支配している。マミヤ海峡に面するメグミシュトリカは川口に位置する。 メグミシトリ市長が設置され、猛火町と並ぶカラフト西海岸の中心的都市であった。王子製紙の製紙工場と炭鉱の町として急速に発展し、1945年10月1日には市政が施行される予定であったが、ソ連による占領のため実現しなかった。1941年末、の人口は39,026人で、 カラフト最大の人口を持つ市町村であった。市街地は港湾を中心とする浜市街と鉱山を中心とする山市街に分かれていた。戦前の建造物はソビエト連邦時代に改築が進み、ほとんど残っていない。現在も残存しているものには、旧王子製紙工場や旧、めぐみしとり小学校の法案殿や旧、めぐみしとり神社の鳥居や氷柱等がある。 以前 NHK ラジオ第2放送の気象通報ではシスカから入電がない時はメグミシュトリからの気象情報を放送していたがウグレゴルスクではなくエストルとしていた近郊に日本軍によって建設されたウグレゴルスク空港があるのバスで結ばれていたなおカラフト再戦を久春内村から賃内町を経てメグミシュトリまで延伸する計画が存在しており 実際に建設中であったが、ソ連による占領のため完成に至らなかった。以下の学校一覧は1945年4月1日、現在のもの。国民学校中等学校南カラフト、概要、地名会、史実 P370 南カラフト、概要、地名会、史実より、北海道立教育研究所、 北海道教育七法編に P1688、P1692 から93、ありがとうございます。